いつもロペラ用ショッピングチャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます。今回は2020年式トヨタグランエース G をご紹介させていただきます。まず外装面の状態ですが、右フロントドアエッジに傷、左リアドアにへこみがございます。走行距離約1000キロ走ったお車です。ボディカラーはブラック、インテリアは ニュューーートラルベージュレザーとなりますアルファード、ベルファイアに続く注目のミニバンモデル、グランエースでございます。今回のお車は8人乗り仕様の G となります。乗車人数はもちろん、シートアレンジによって荷物の収納や快適な室内空間を実現し、360度カメラや安全機能を充実させた高級ミニバンをぜひお楽しみください。エンジンスペックに関しましては、2.8リッター、直列4気筒、 ディーゼルターボエンジンを搭載。最高出力177馬力を発揮します。ヘッドライトには LED が採用されており、夜間走行時の視認性も高く、安全にお乗りいただけます。アルミホイールは17インチアルミホイールを装備しております。続きましてトランクスペースの紹介です。トランクの開閉は手動での開閉となります。4列目を起こした状態でもスーツケースが収納できる十分なスペースを確保。シートを格納し、 シートアレンジによってより多くのお荷物にも対応でき利便性に優れております。続きましてインテリアのご紹介です。インテリアはニュートラルベージュレザーシートとなります。運転席、助手席、ともにシートのシワなど目立つ使用感はございません。ステアリングは3本スポークのレザーコンビステアリングを採用しております。アダプティブクルーズコントロールを装着しておりますので任意で速度設定を行い、サポート機能によって長距離運転など 快適なクルージングが可能となります。ナビゲーションは純正オプション T コネクト SD ナビゲーションを装備。バックカメラを装備しておりますので、バックカメラにて後方確認を行い、安全に駐車していただくことが可能となります。シフトに関しては6速のオートマチックシフトを採用しております。フロント両席にはシートヒーターを装備しております。木目調のインテリアパネルを採用しており、高級感溢れる車内を演出しております。 後部座席に関しては、セカンドシートにはエグゼクティブパワーシート、3列目にはリラックスキャプテンシート、4列目にはベンチシートを採用し、それぞれシートの仕様など目立つ使用感はなく、セカンドシートにはシートヒーターを装着し、フリップダウンモニターを装着しておりますので、後部座席の方も快適にお過ごしいただきます。今回は2020年式トヨタグランエース G をご紹介させていただきました。 5m30cm とロングボディながら最小旋回半径5 6メートルと取り回しよくセッティングされており360度カメラに安全機能を搭載しておりますので気軽にドライブを楽しむことのできる優れものですがプライベートでのご利用はもちろん3列目までキャプテンシートを採用する高級感あふれる快適な室内空間でハイヤーとしてビジネスでのご利用も視野に入る利便性の高い新しいミリバンをぜひお楽しみください お探しの方は、お早めにご検討いただき、お気軽にお問い合わせ、ご来店、お待ち申し上げております。よろしくお願いします。